アテネオ,オリンピックの金メダリスト、エレーナスレサレンコによる背面飛び層高跳びは、陸上競技の跳躍競技に属する種目で、助走をつけて片足で踏み切り、飛び越えるバーの高さを競う競技である。近代陸上競技としては19世紀のイギリスで始まった。ハサミ跳び、ベリーロール、背面跳びなどの跳躍方法があり、現在では背面跳びが主流となっている。 2021年現在の世界記録は、男子は1993年のハビエル・ソトマイオルによる2.45メートル、女子は1987年のステフカ・コスタディノバによる2.09メートルである。最後に超えた高さの試技回数が最も少ない方。上記1が同一の場合、試技全体のうち無効試技数の少ない方。 1928年アムステルダムオリンピックの金メダリストエッセル・キャサーウッドによるハサミ飛びバーに近い足バーから遠い足を交互に振り上げてバーを越す方法。1874年頃にはすでに用いられており、ウィリアム・バード・ページが1874年にバーから遠い足をやや後方に配置する飛び方に改良した。バー正面からの直線助走で行うハサミ飛びは 日本においては正面飛びと呼ばれた。バー正面から助走し足を交互に広げ、クリアランス時に体がバーと水平になるように前屈方向に回転させることでお尻をより持ち上げる飛び方。19世紀後半にマイケル・スウィーニーが編み出した。日本では正面飛びと呼ばれた。斜めから助走しバー側の足で踏み切り、踏み切り足を 横向きの体の下側に引き寄せ、体は横回転してバーを越え、着地は足から行うといった飛び方。20世紀初頭にジョージホーリンが開発したとされる。背が下向きとなるバリエーションはロールオーバーと呼ばれた。ウエスタンロールと同様に斜めに助走し、バーに近い足で踏み切り、頭部から飛び込み、クリアランス時はバーを中心に、 腹ばいの状態で胴体を回転させバーを越す飛び方。1930年代にデビット・アルブリットンが編み出したとされる。1950年代になるとソ連の指導者、選手によりクリアランス時に状態をバーの着地が赤方に倒す方法に改良され、ソ連式ベリーロール、ダイブストラドルと呼ばれた。バーに向かって半円を描くように助走し、 バーから遠い足で踏み切ると同時にバーに背を向ける方向に回転し、頭部から飛び込み体を沿ってバーを越え、そのまま背中で着地する方法。ディック・ホスベリーが考案し、1968年メキシコシティオリンピックで金メダルを獲得し、世に広まった。現在、最も使われている飛び方となっている。古代イギリシャの競技会では、 高飛び競技は行われていなかったようである。一方、垂直方向への跳躍能力を誇示したり競ったり、する儀式、祭事、競技は、アジアアフリカの先住民族などの世界各地で確認されており、またケルトの人々の間では一般的に行われていたようである。18世紀のドイツでは子供向けの体育教育の一環として高飛びが用いられており、 また1834年発行の英国男性の身体訓練には軍事訓練の一つとして紹介されている。この頃はバー正面から助走を行い、膝を曲げて飛び、足から安全に着地するといった飛び方で高さを競うとともに跳躍姿勢の美しさも求められるものだったようである。19世紀になるとイギリスの核学校で始まった 陸上競技大会の一種目として、総高跳びが行われるようになり、1865年には、同一の高さの死には3回まで、両足踏切禁止といった現在につながるルールが制定された。当時の競技環境は、総幅跳びのようなバー正面からの直線の助走路で、着地場所は普通の地面や芝生で、着地の安全対策としてその上に、滑し側や、 ベッドマットを敷いたりする程度であった。助走路の制約や着地の安全性の観点より、当時の跳躍は、バー正面から助走し膝を折りたたんで飛ぶ、バー正面から助走するハサミ飛び、正面を向いたままで走り、幅飛びのような飛び方、正面を向いたままでハードルを飛び越えるような飛び方、といった様々な方法が取られていた。1864年の 1> 第1回オックスフォード対ケンブリッジ大学対抗戦では1.66メートルの記録が残っている。その後、イギリスにおいては、1875年には AAC 選手権でマイケル・ジョージ・グレーズブルックが1.80メートルを、1880年にはキャリック・オンシュア・スポーツでパトリック・ダバンが1.90メートルの記録を残した。そう高飛びがアメリカに伝わると、 1868年には初の正式な競技会が開催された。その後、着地地点を砂場にし、着地の安全対策が進むと、クリアランス時に無理な体制をとっても安全に着地できるようになり、1874年には、ウィリアム・バード・ページが、ハサミ飛びを改良、また、マイケル・スウィーニーが、さらに改良し、イースタンカットオフを編み出した。イースタンカットオフは、 バー正面から助走し、足を交互に広げ、クリアランス時に体がバーと水平になるように前屈方向に回転させることでお尻をより持ち上げる飛び方で、1880年代にはアメリカにおいて主流の飛び方となり、1895年にはマイケル・スウィーニーがこの飛び方で1.97メートルを記録した。イースタンカットオフやその派生の飛び方は、 1940年頃まで、早い助走を好む選手に用いられていた。また、1896年アテネオリンピックで、オリンピック競技に初めて採用され、アメリカのエラリー・クラークが1.81メートルで、金メダルを獲得した。20世紀に入ると、ジョージ・ホーリンが斜めから助走し、バー側の足で踏み切り、踏み切り足を横向きの体の下側に引き寄せ、体は、 横回転してバーを越え着地は足から行うといった新しい飛び方ウエスタンロールを開発したウエスタンロールに対してはダイビングのようでありそう高飛びの跳躍方法とは言えないと意味が申し立てられ頭部は腰より高い位置に置き両足から先にバーを越えることとの規則が追加されることになったウエスタンロールによって1912年には ジョージ・ホーリンが2.00メートルを、1937年にはメルウォーカーが2.09メートルを記録した。ウエスタンロールは1936年ベルリンオリンピック頃までは主流の飛び方であった。1933年には頭の位置は腰より高くとの規則が、また1936年には頭や胴体よりも足が先にバーを越えなければならない。 との規則がそれぞれ撤廃された。この時期にデビット・アルブリットンがウエスタンロールと同様に斜めに助走し、クリアランス時はバーを中心に腹ばいの状態で胴体を回転させバーを越すといった新しい飛び方、ベリーロールを編み出したデビット・アルブリットンはこの飛び方で1936年に2.07メートルを記録するなど、この当時の最も効率的な飛び方として、 主流の跳躍方法となった。ベリーロールで、1956年には、チャールズ・ギマが2.15メートル、翌1957年には、ソ連のユーリー・ステパノフオが2.16メートルを記録したほか、1960年にはほぼすべての競技者がベリーロールを使用する様になっていた。1950年代から始まるソ連の指導者、 選手によるベリーロールの技術改良により、1963年にはワレリー・ブルメルが228センチメートルまで記録を伸ばした。背面飛びの登場後の1970年代も、ベリーロールを用いる選手と背面飛びを用いる選手が混在し、互いに競っていたが、1978年にウラジミールやシュチェンコが出した。 室内記録2.35メートル、屋外での記録2.34メートルが、ベリーロールでの最後の世界記録となった。1960年代半ばには、着地用マットの整備が進むと、曲線で助走し、背面を下側にバーを越え方や背中で着地する、といった、新しい跳躍方法、背面跳びが、リックフォースベリーにより編み出された。 1968年メキシコシティオリンピックでディック・フォースベリーがこの飛び方で金メダルを獲得し多くの選手がこの飛び方を採用するようになった1970年代はベリーロールと背面飛びは互いに競っていたが1980年代以降は背面飛びが世界で最も使われている飛び方となっている2021年現在の世界記録は 1993年にハビエル・ソトマヨルが背面飛びで出した2.45メートルである。女子競技はアメリカにおいて1895年に初めて開催され、オリンピックでは1928年のアムステルダム大会より正式種目となった。ヨランダ・バラッシュはハサミ飛びを使い、 1958年1.78メートルを皮切りに1961年1.91メートルまで世界記録を更新し1971年まで世界記録を保持した。ベリーロールでは1971年に色んな偶然バワーが1.92メートルを記録。1977年にはローズマリー・アッカーマンは女子初の2.00メートルを記録した。 1978年にサラ・シメオニが背面飛びで2.01メートルを記録。1987年にはステフカ・コスタディノバが背面飛びで2.09メートルを記録し、これが2021年現在の女子世界記録となっている。パラリンピックでは男女とも1976年のトロント大会より実施されるようになった。ありがとうございます。